ている。バウトを取ったのはヤロ。しかしイブシ両者のポジションが明確。波状攻撃、新技 NU 仕掛けましたが矢野通る。さあレフリーを使っている。2人まとめてだ。いけない、巻き込まれたレフリー。無法地裁となりましたリング上。いけないいけない、この体勢は生かせなかった。ソバット、さらにやっと急所打ちだ。さらに後ろからです。岡本さん、いいですか、いいですか。日本中が黙ってませんよ。もう岡本さん、これは真田がかわした。両雄目まぐるしい。さあいやいや、行かせない。どちらがカバーの体勢に入るんだ。切り返し合戦。さあザックなのか、いやー、サラダだ、ザック、さあ、サラダだ。いやー、なんという攻防でしょう。後楽園ホール、大きな大きな拍手、大歓声。フロントネックから、おっと、この体勢は、おセイバードライバーで行かせない。脱出した先にはスカルエンド、おっと、今度はザック、セイバーが脱出。今度は距離が開きました。詰めてスカルエンドの体勢。さあ、いやいやいや、テイクダウン行こうというところ、おっと、ヨーロペンクラッチ行かせない。今度は回転足折り固め。なんという幸せなレスリングの時間がファンにとっては流れたか。7月21日の後楽園ホール、雄たけびジュース・ロビンソンだ。立たせました内藤の体。もう一度、もう一度仕掛ける。今度こそリングの中央、いやー、行かせる、ディスティール、いやー、担ぎ上げている。ジュース・ロビンソン、いやー、なんということだ。ディスティーノが先ですよ、ポンコツ。さあ今度こそ7番と黙らせるか、内藤哲也。ジュースはこうすることができない。クリーンヒット、ディスティーノ、カウント3つ。あーっと、コールと同時にタンガロアだ。ケニー・オメガ、ゴールを最後まで受けさせませんでした。いや、岡本さん、いやこれはもうスタートからしてタンガロア、そしてパレの両者がついているというところで嫌な予感はしたんですよね。ケニーの腰から奪い取った IWGP ヘビーのベルトも足蹴り。さあバレットクラブ OG のトレインだ。これただね、昨日ウードレフェリーは、はい、棚橋選手とファレ選手の公式戦で厳しくバレットクラブ OG の反則を取りましたよね、はい。彼らもあまりやりすぎると反則取られるってこと分かってないのかな、これ。いやいやいや、ちょっと待ってください。いや、ケニーを担ぎ上げた。これはさあエリート、バレットクラブエリートの方が今救出に向かおうというところです。さあパリから脱出したのはケニー・プリトリガー。さらにアルバンピンチ、チェーズ・オーエンズ、二人がかりで下には当てない場外乱闘が続いています。さあこの肉体はどこへ。ケニー・オメガ、さあ担ぎ上げる、片横の、いや背後に着地、ガンスターにも行かせない。両者得意技には行かせない。フランケンはなんとスタイルズ、クラッシュに持ち込もうというところ、なんとレフリーが制止しました。まあ、あの頃のバレットクラブというならば一つ象徴的な技だったのかもしれません。タマトンガ、しかし応えるレフリー、ガンスターを食らった。いけない、3対1完全に試合が、いやガンスター見て止め
はして、椅子を使ったのはバットラックバレー。さあ首に椅子が設置されている。この体勢で、この体勢でのガンスターに持ち込むのか。いけません、いけない。さあさあ、これが MC ハンマンピーチチェンソーオーエンズゴールデンアダス、そしてバレットクラブエリート、3社がケニーの救出に向かいました。一発で試合が終わってもおかしくない、そんなラリアットなんですが、倒れません。後藤、いやいやいや、石井が倒れない、ロープに背を付けて倒れない。お、ようやく崩れた、膝をついた。さあ打ち込み、やった、待っていた、コーナーに詰め込む。いやいや、待ち構えていた石井、両者の距離が再び開きました。しかし視線は外さない、相打ち。そして今度こそ、今度こそやってる。しかし、いやヘッドバットだ、いやノーガード、ノーモーション、ヘッドバットの打ち合いは石。そしてロープに走った、スライディングだ、ありがとう、カウント、これもツー。後楽園ホールが揺れます。スリーデイズの3日目メインイベント、さあ今度こそ石垂直落下、ヒット、決めた、頑張る体勢3つ目、石井智弘、後藤弘から G1 の初勝利。